はい、3日間お疲れ様でした。初日にもですね、こう撮った時に声がモヤモヤするっていうのと、あと息が続かないみたいなのをちょっと解決したいなみたいなことを適当に言ったと思うんですけど、割とそこのなんていうか進歩が感じられた3日間になったなと思ってます。声がモヤモヤするっていうのは、その前にベーって出すので、なんていうか声帯を使う感覚みたいなのをこう改めて実感できたというか、なんかもう結構喉に負荷をかけることをだいぶ怖がりながらですね、ずっとやってきたんですけど、もっとこう声帯を引っ張って使っていいんだなという実感が持てまして、なんかよりこう声の質を上げられるかなと思いました。でそれでですね、実感として、割と中音域あたりの出が良くなったのと、結構下が音域的に出るようになったのと、あとは、割と張ることで、張ってるだけであんまり息を流そうとしなくても割とでかい音がバーって出るので、割とエネルギー効率というか、割とこう楽に長く伸ばせられるなという感じられるフレーズが結構あったので、そこが大きかったですね。であとは結構自分もあの学生の時にいろいろアンサンブルチームとかをやってたんですけど、なかなかハモらなくて、こう自分の声でハモらせることはできないみたいなコンプレックス的なところがあったんですけど、どういうこと？なんか自分がいるとハモらないみたいな、そうなの？ネガティブなコンプレックスが若干あったんですけど、あ、そうなんだ。へえ。なんか今回バリバリカチッとハマってるんで、そうだね。あ、自分の声でも結構バチッとハモれるんだなという自信をつかめました。あ、それは素晴らしい。そこですね。下がもうみたいな、でも。まあ、自分も自分で出ないから息を流そうっていう感じでずっとやってたところがあって、なんかこうとこう張る方面でなんか対策を打ってこなかったんですね、やっぱり。で、じゃないんだよって、その今までやってこなかったところに活路が見出せたっていう。いいですね。あとはまあ、ご相手の先生とかにももっと息使わなくても出せるよみたいなことは言われてたんですけど、そう言われてても自分の中でそうどういうことなんだろうっていう実感が持てなかったんですけど、なんかそういったかつての先生からの言葉とか、まあこういうことだったのかなみたいなことを思い返せることが多かったです。はい、坊さん良かったね。坊さんめっちゃ良かったです。中音域が鳴るようになったのと、音域がちょっと広がって、割と声も長く持ってハモれる自信がついたと、この4つがを特に成果として感じられました。ありがとうございました。ありがとうございました。